諏訪中世は、江戸時代末期の不代大名、老中。信の諏訪藩代旧代藩主。この節の視点、文政四年、諏訪忠弘の長男に生まれる。天保十一年、父の隠居に伴い家督を相続した。外祖父の松平定信は、中世の人となりを見て、将来有望であると、太鼓板を押した。 その予想通り万円元年は門氏より、文久二年時社部業、源氏元年には老中に就任する。同年、武田幸運祭率いる水戸天狗党は計を目指し、10月20日には、諏訪半領内の和田峠を越えようと差し掛かった。幕府は、高島藩と隣の松本藩に出兵を命じ、諏訪、松本両藩二千人は、和田峠で迎撃をしたが、藩兵は六名の犠牲者を出し、 突破されている。老中在任中の慶応元年、将軍、徳川家持が、長州政党のため出陣するのに強く反対し、同じ立場だった長岡藩主の牧野忠智とと共に、老中職を罷免された。慶応4年5月24日に隠居し、養子師とした老いの忠則に家督を譲った。明治4年4月、東京に移住した。明治11年10月、 忠則のの死去により、家督を再び相続した。明治17年7月、死者区を授かる。明治31年に死去した。家督は、娘婿の忠元が継いだ。その後、忠元の娘、近子の婿に、戦国正方の逸つの妻となった。諏訪中世日付イコール旧暦。ただし、明治6年以降は新暦。ありがとうございます。